それでは始めたいと思います。本日は皆様今日 のイベントにご参加いただきましてどうもありがとうございます。私がですね農文教の編集局の松久と申します。こちらの苗で決まる自然菜園の編集を担当させていただきました。今回はですねこちらの新刊の発売記念と今日来ていただいてます竹内敦則さん の他社さんも含めた累計発行部数15万部突破を記念いたしまして、ね、本当すごいことだなと思いますけれどもぜひ読者の皆さんとも交流するような形でですね種や苗について語っていくようなイベントにさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。で早速なんですけれどもご紹介したいと思います。竹内敦則さんです。はいでありがとうございます。もしかしたら竹内さんのこと今日初めてご覧になるという方もいらっしゃると思いますので竹内さんがどういう人なのかどういうことをされている方なのかということを自己紹介という形でご紹介いただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい皆さんこんにちは。そして初めまして自然菜園コンサルタントの竹内と申します。私は、普段ね自然菜園スクールという形で家庭菜園の先生をやったりもしくは時には農家さんや、お店のコンサルをすることもあるのでコンサルタントとして日頃は平日は自給自足の暮らしを長野で営みながら週末は家庭菜園教室などをやっております。そして10年前にね農文教さんで本を初めて書かさせていただいた時にこれですねこれならできる自然菜園っていうこの自然菜園って名前はねこの農文教さんで初めて売れたんですね生まれたんですですので今はね自然菜園スクールとか自然菜園コンサルタントって形で活動させていただいてます。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。 あとですね今日ゲストで小林空さん来ていただいててこの画面に映ってなくて来てるのかというふうに、ね、ご心配の方もいらっしゃると思うんですけれどもこの後ちょっとこの新刊の紹介させていただきまして、その後お出ましということでそばで待機してもらっておりますのでご安心ください。5時30分頃から小林空さん登場していただく予定です。それでですねまず私たちはこの新刊のことをですね皆さんにぜひこういうところがポイントだよっていうのを知っていただきたくてですねちょっと竹内さんにはいはい、この新刊苗で決まる自然菜園という本なんですけれども野菜の育苗どんなところがポイントになってくるのか、この本で伝えていることでどの辺が肝になってくるのかということをですね竹内さんからちょっとご説明をいただきたいと思います。見えてますかねこれ、はい。こちらの本ですね今回ね新発売させていただいた苗で決まる自然菜園という形でこの本はですね自然菜園より自然に育てる家庭菜園自給菜園をやっていく中で種もすごく大切なんですけどその種の力を発揮できる苗反作って言葉があってその苗をいかに育てるかで野菜の本気が出せるかどうかっていうことが決まっていくことが実践していく中で分かったんですね。ですので野菜の本気を引き出すためにどうやって種をまいたらいいのかってやっていく中で苗にした方がいいもしくは苗にするときはこうした方がいいということが分かったりしたので苗作りの教室をやってみました。そしてまた苗を育てていく中でなぜ苗にするのかっていうことがねやっていく中でだんだん分かってきたんですね。で実際に野菜は麦踏みがあるようにちょっと厳しい環境の中でその厳しい環境を乗り越えるために本気を出してくるそんなことがね分かってきたのでそのことをね、10年間この本が出てから形になってきたので一冊の本にしました。まあこれね全部この本の中に書いてあることなんですけどもどこだっけすいませんあそうそうこれですね、これですね、持ちます、はい、で自然、菜園の育苗の流れっていう形なんですけども根っこ最優先普通苗作りっていうと大きな苗立派な苗を作ろうとするんですけども植えてから本気出せることが一番大切なので何が大切なのかなって考えた時に実際にやってみて分かったのは根性野菜の根っこがしっかり張ることができると養分水分を吸うことができるそうすると枝葉が出せる枝葉が出せると光合成もできるし植物ホルモンも活性化してまた根っこが出せる根っこが出せると枝葉が出る枝葉が増えると
花がいっぱい咲く、いっぱい咲くと実がついてそこに種ができるっていう形で、やっぱり野菜の一生を通じて根っこが大切なんだな、その根っこをいかに引き出すのか、逆に言うと引き出せなかった時っていうのがもやしになっちゃった時なんですね。もやしってどういう時にできるかっていうと、暗くてあったかくて酸素が あるんだけども、光がない時、そういった時にもやしになるんですね。ですので自然育苗、自然菜園の育苗のイメージとしては、生まれた時万全の環境を整える。この時にあんまりね、赤ちゃんだと、育てたことある人だと分かると思うんですけど、厚着をさせて、寒いだろうからって厚着させると汗かきすぎちゃって、その汗が冷えちゃって逆に風邪ひいちゃうんですね。ですので野菜の体調に合わせて、体温管理をしなきゃいけない。やっぱ苗作る時によりあったかくしなきゃ、より水をあげなきゃって、あまりにも過保護にしてしまうと、もうここでもやしか徒長してしまうんですね。はい、でこのよちよち歩きしてくる時に、いきなりは柔道選手に なるようなね、強い人でもこの時は立つのがやっとなんですよ。この時はいかによちよち歩きでね、彼自身の見守ってあげるかというか、自立を促してあげるか、はい、そして、幼稚園小学校とか行くわけです。それを苗で見ていくとですね、下にあるように種をまいた時に、実は種をまいた後に鎮圧することがすごい重要だったり、こうやって出てきた中でいい苗を残すために間引きっていうことをやったり、もしくは時には小さいポットからセルポットって言うんですけど、セルポットが大きなポットに持ってくるときに倒してあげたり、なんか普通に植えた方が良さそうなんだけど、野菜をね、自然に生えてくるところを見るとこけて起き上がってくる、そういう形の時には本気出してくるので、鉢上げするって時にはあえて倒してあげる。そして初め保育園とか幼稚園の時には集団で生きてるけども、徐々にクラス分けというか、自立していけるように鉢ずらしといて、ずっとくっついたまま育てておくと、お互いに光を求めて上に行っちゃうのでもやしになっちゃうわけですよ。なのでずらしてずらして、最終的にはトマトだったら 5,60 センチ離して植えるわけだから、育ててる時にも初めはくっついてるんだけど、徐々にこうずらしていく。そして順化といって、ハウスにであったかいところを育てたのをそのまま畑で植えてしまうと、寒くて風も強くて参っちゃうので、畑の環境に近づけてあげる。それが順化させてあげる。そして植えた後に3日間水をあげないと、なぜだか強い根っこが出る。要するに枯れないようにするためにどうするのかって言ったら、頑張るわけですよそうすると強い根っこが出てくる。それを我慢活着っていう形でやっていくと、この赤ちゃんの才能を生かしつつ、少しずつトレーニングしていって、最終的には自立した、畑で本気が出せるようなね、野菜ができるきっかけがもうここにあるわけですよ。ここにですね、ここで苗がよく育ったことを苗繁作といって、苗がよくできるともう半分成功したようなもの。特に自然に育てたい、無農薬で育てたい、草があるところ耕さないところを育てたい方は、より一層厳しい社会が待ってるわけですですので、ここでいかにその野菜の本気を出してあげるかっていうことを訓練してあげるわけですね。育ててあげるわけです。あ、次のページ、はい、キーワードが自立っていうね。はい、自立ですね、はい、原産地、はい、で自然っていうとなんか耕さないことだったり水をあげないことだったりするんですけども、野菜はいろんな世界から来てるんですね。実はノラノラっていう雑誌で載せてもらった時のイラストなんですけども、松下さんもね、ノラノラの編集長その当時されていて、その時に使ったイラストが頭にも良かったんで今回も使わせていただいたんですけども、同じナス科で同じ花が咲くトマトとナスでは、ナスはインド出身、トマトはアンデスの高山植物っていう形で砂漠出身なので、トマトとナスを育てるときに同じ水やりしてませんかって話なんですよ。同じ水やりしてると、あげすぎてるとトマトはぐったりもやしになっちゃう、でナスは少ないっていうわけですよ
逆にナスがよく育っている時にはトマトには水あげすぎかもしれないっていう形で、実は原産地、その野菜がまだ草だった頃、どこからやってきたのかっていうと、トマトやナスの原産地を知ってもらうと、あ、砂漠で標高が高いところだからどちらかというと28度超えないんだなとか、もしくはナスだと雨季があってモンスーン気候でスコールが降って、その後寒気がやってくるので、初め根っこが横に張って深く張るなんていう形で、全然育ち方が違うわけです、同じナス科で。で、ウリ科、西のウリと書いてスイカ、黄色いから木を登るからキュウリってやつですね。このウリ科もキュウリってのはシッキム地方、インドのね、同じインドでもこっちは平地で河川敷なんですけど、こっちはあのヒマラヤ山脈の麓なので、霧が立つようなちょっと冷涼な気候で草がいっぱい生えるところなので、その草を飲み込んで木に登っていくような形で地を這うように地媒キュウリですよねになって育っていくので、浅いところに根っこ張っていく。それに対して浅いところに根っこ張っちゃったらスイカは枯れちゃうわけですよ。砂漠で育っているスイカは雨季にスコールで育って、その後どんどん乾いてくるので、苗作りの時には水たっぷりいるんです、雨季だから。だけど実がついた時にはもう乾季になっているので、この時水あげるとスイカが割れたり甘くなくなっちゃったりするのね。で、唯一ウリ科の中で深いところに根っこが張る植物の、だから同じスイカとキュウリを同じ日に撒いたりすると、寒いとキュウリはよく育つ、暑いとスイカはよく育つみたいな形で、同じ日に同じように管理したらそれぞれの野菜にとっては不自然なことが起きちゃうのね。なのでこの本では苗作りを通して、もしくは苗の期間を通して野菜のことをよりよく知ってもらおう、そうすると苗作りもうまくなるし、実はスタートダッシュから自然な環境を経験させたり、もしくはその自然な環境を知った上で育ててあげるので、彼らの野菜の本気が立てるってことなんですね、はい、あ、ちょっと待って、もうちょっとお待ち、はいはい、で、この野菜たちなんですけども、実は夏野菜っていうふうにくくられてるんですよ。だけども例えば寒い時に種まいても出てくるのはトマトとキュウリ、逆に暑くならないと芽が出てこないのはナスとスイカ。なのでこの野菜たちを同じ日にまくと、トマトとキュウリはひょろひょろひょろって早く出てきて大きくなりすぎちゃう、植えるまでに。ところがナスとスイカはあったかくならないと出てこないから、最初にまいたのに全然大きくならないし、こっちはちっちゃいまんま、こっちはやっとこう大きくなってきたけどスイカよりも小さいみたいな形になっちゃうのね。実は夏野菜というものは2つのグループに分けることができるんですっていうのが次。なるほど、そうつながっているんですね。はい、はいはい、でよくね、夏野菜を育苗するときにスイカ大きくなり、あ、違う、キュウリは大きくなりすぎた、でトマトもひょろひょろしてる、でナスとピーマン、特にピーマンなんかちっちゃ、芽出したばっかしでピタッと止まってて、あのナスはちょっと大きくなったピーマンよりもっていう形になるのは、実はそれぞれの原産地とかそれぞれの環境を分かっていると、実は同じ日に撒いちゃいけないっていうことが分かるんですね。もし同じ日に撒いてどれもうまくいっていたら、彼らの野菜からするとそれぞれに自然だったってことだけど、どれかだけが育った、どれかが育たなかったってことは、どれかの野菜にとっては育ちやすい環境になっていたから自然だけど、育たなかった時には不自然なことが起きていたってことなので、グループ分けするとですね、このナスとかスイカとかゴーヤとか赤道直下であったり砂漠だったり、あったかいところで育ってる野菜っていうのはランニング野菜といって、めちゃめちゃ寒いの苦手だから彼女は鹿児島の人だし、沖縄とかに行くと、長野に来るとすごい寒いって言うんですけど、長野出身の私が鹿児島に行くと暑い、もしくはあったかいって思うんですね。なので、スイカさんからするとナスさんからすると暑いのが当たり前なので、ランニングを着ているぐらいの時じゃないと育たないよっていう野菜のグループになりますし、トマトなんかはキュウリと同じで標高が高いところの高山植物なので、夏野菜というんだけども、去年みたいに35度とか超えてしまうと
暑くてぐったりして夏野菜なのに根性なしってなんで育たないんだって言うんですけど、みんな高山植物なので、高山植物をよく持ち帰らないでくださいって相談すると書いてあるんですね。それなぜかっていうと、一つは生物を移動させないでっていうことと、もう一つは標高の低いあったかいところを持っていくとその植物は枯れちゃうよってこともあるんですね。なので実はキュウリとかトマトは28度を超えたら夏バテするんです。だって1000メートルとか2000メートル、3000メートル級のアンデスとかシッキム地方とかロッキー山脈とかっていう形だから、トマトとかキュウリ、西洋カボチャ、ズッキーニとかね、そういったものは半袖ぐらいがちょうどいいんだよと、30度超えると夏バテしちゃうんだよっていう形で、野菜を育てるときはもちろん、そして苗を作るときはこのトマトたちはあんまり暑くしないでね、逆にナス、ピーマンとかスイカはあったかくしないと育たないよっていう形でグループ分けしたので、実際にはそら豆なんかは寒さに当たらないと花芽ができないの、実がつかなかったりするのはコート野菜、それに対してある程度寒さに強いけども、そんなにそら豆ほど玉ねぎほど強くないものはこちらの長袖野菜という形で、野菜を4タイプに分けてみました。主に上は夏野菜と言われてて、下は冬野菜、春野菜、秋野菜、越冬野菜と言われているものですね。なんか夏野菜って一括りにくくられてるんだけど、実はこの2つのグループにくくられてて、さらにそのグループの中では砂漠出身のものと、雨がすごい豊富にあって、里芋とか生姜みたいに雨がよく降る地域で熱帯雨林で育っているゴーヤとかね、そういうものに分けられてくるので、夏野菜で一括りにしてると苗で失敗しちゃったり、野菜で育ててる時に今年これはうまくいったけど、ナスとピーマンがうまくいったって年はあったかかったんですよ。でも去年みたいに5月6月が寒いとナス、ピーマン全然大きくならない。でもナス、ピーマンにしてみると不自然だから大きくならないんですねなのでそれぞれの野菜の自然を知ってくださいっていう意味でこの本をね、これならできる自然サインパート2みたいな形で出させていただきました。最初ね、ここ裏話なのであんまりここで言えないんですけど、この本企画会議に通した時に、竹内さん自然栽培でしょ、自然農法でしょ、なんで苗作りするの、全部自我巻きでしょ苗作りの必要あんのって言われちゃったんですよ。ところがね、なんてお答えしたかっていうと、野菜が全部日本出身だった自我巻きですと。でも砂漠から来たり、いや山岳部から来たり、地球の裏から来てたりするんだから、日本で直巻きしたらかえって不自然で、ナスを直巻きするとうちでやってみたのね、実際に6月に種をまくと8月9月に実を2つつけるのね、それで10月の頭で霜で枯れるのね種も取れないし、食べる分も2つだけ、2つ食べちゃったら種残せないから、やっぱいい種をまた取れると、そうするとその地域風土に合ってきて、そしてそこの在来種と固定種って形になってきて、日本全国でいろんな種を結んできて、その力をいかんなく発揮してあげるのが育苗なので、種と苗セットで強くしていきましょう。もっと言えば強くしていくことで自然に育つよ、もしくは自然の力を引き出されることでより生命力の高いお野菜を自然に育てることができるよっていうような本なんですよ。そうですね。ありました、企画会議で、はい、育苗は不自然なんじゃないのっていう、はい、そういうツッコミをありまして、私その時うまく説明できなかったんですけどね。でも本当にその野菜にとっての自然というか生きやすい環境っていうのを考えると、うん、ナスを長野でね、6月にまくっていうことがすごく、うん、5月に前にも出なかったんですよそう、無理をさせてるんだなっていうね、うん、野菜のことを知るとすごく分かってきますね。もう散々失敗しました散々失敗して千葉とかね、九州で教わったことを長野に持ってってもその通りできないんですよ。なので自然ってのはいろんな野菜の自然があるんです。そしてもう一つはその皆さんが育てている地域風土の自然があるんです。そしてコロナでね、皆さんが自宅で家庭菜園ができるようになったとしても、毎日家庭菜園で携われる人と、たまたま空いた時にしか使えない人と、もしくは月1、週1の家庭菜園の人とかがいるので、実は一番の自然菜園っていうのはそのお野菜にとって、その地域にとって、そしてその人の生活に合った一番
ピントが合っているところで一番よく育つので、そこが自然栽培だと思ってるんですね。その一つの方法としてこういう方法がありますよってことですし、またもし的が外れて育たなかった場合には、ナスだったらもうちょっと温めてあげればよかったよね、もしくは風で揺れないようにしてあげたらよかったよねとかっていうのを、あの失敗から学ぶんですね。僕は失敗から散々学ばせていただきましたし、師匠からもいろいろ教わりました。そして今家庭菜園の先生をやらさせていただいて、今こういうご時世なのでオンラインでも皆さんと一緒にやってます。なので1年に100人とか200人とかっていう生徒さんの質疑応答とかね、教えたりしてるので、1年に100年分100人分の知見が集まってきてるので、ね、本当にね、なんつうかな、ありがたいなと思いながら、同じ時間をかけて10年も20年もしなくても、もう皆さんはなんつうかな、やりながら自然に育てることが楽しめる時代がやってきたのでね、ぜひこの機会にね、やってみたいなって人は、失敗こそ成功の母ですので、失敗した時にはまた読んでいただいて、どうして不自然だったんだろう、うまくいった時には良かったねっていう形で育てていただければなと思います。そうですね、はい、本当にこの本を編集していて、私もその野菜を育てるっていう、ごめんなさい、野菜を育てるということはすごく結構知識が必要なんだなっていうことも分かったんですけれども、家庭菜園の皆さんって本当に、その私もそうなんですけれども、同時にたくさんの野菜を、種をまかれると思うんですけど、そういう時にさっきここで説明させてもらった野菜のグルーピング、どういう性格なのかっていう、どの野菜とどの野菜を同じ性格だと思ってグループ分けをすればうまくいくのかっていうことを、結構細かくこの本では野菜一つ一つ、また野菜のグループ別に、こういうふうに湿度はこれぐらいがいいよとか、吐きずらしですね、これぐらいのペースでやるといいよっていうことを書いてあるので、まずはこれを見つつやってもらって、でうまくいかなかった部分は多分竹内さん の気候と結構違うところがあるっていうのね、こともあると思うので、そのこれをベースに自分なりの育て方っていうのを見つけていっていただけたら嬉しいなと思います。ね、松下さんに苦労をかけたのはこのページだけじゃないんですけども、4年以上かかってますからね、一冊に関係者多すぎて6年かかってる小学校上がっちゃうみたいな、141ページとか見るとね、各ページに書いている野菜のそのストライクゾーン、やっぱり赤ちゃんの時はストライクゾーンあんまりにも外してしまうと、熱帯性植物を寒冷地で育ててしまう、つまり的外れにやっちゃうと死んじゃうこともあるので、厳しくはするんだけども、その赤ちゃんを裸で寝かしとけってわけじゃないので、かといって厚着にしすぎるってことでもないので、この表をね、松下さんに作ってもらったんですよ。はい、情報を与えたんです、表にしたのも松下さんですこういうのね、なかなかありそうでなかったことが巻末に結構付録として、そうですね、はい、結構20数種類の野菜のその最適な温度とか最適な湿度とかをこう一覧で見られる資料ってなかなかないんですよね。なのでこれ見ていただくと、あ、この野菜とこの野菜って近いなとか比べてですね、見ることができるから結構お役立ちのページかなと思います。あとね、ひだまり育苗とかね、あ、そうですね、はいはい、こういう、工具ケースを使った育苗の方法とか、これは本当にベランダで簡単にできる方法なので、なかなか結構コツがいるんですけれども、かなり細かく事例をです、トマトの場合はこうする、スイカの場合はこうすると細かくご紹介してます。あと結構独自のね、用語とか、もしくは僕自身が農業の学校出たわけではないですし、農学部出たわけでもないですし、親父も祖母も非農家だったので、農業用語が知らなかったんですね。この本作らせていただいた時に農業用語を一切使わないで説明していたので、前の編集者の赤澤さんという方に、竹内さん面白いね、農業用語一切使わないねって、知らないから使えないんですよね、うねっていう字読むのもすごい大変だったんだからだから最後に農業用語をね、付けさせていただきました。はい、
ありがとうございます。ぜひね、皆さんお手持ちの方もいらっしゃると思いますし、これから見てみるという方もいらっしゃると思いますけれども、今の資料ページとかね、ぜひ見ていただけたらなと思います。それではですね、お待ちかねということで、そろそろゲストの小林そらさんご紹介したいと思います。じゃあ、お越しください。こんにちは。はい、どうも。どうぞよろしくお願いします。聞こえてるでしょうか、ちゃんとマイクが。皆さん聞こえてますか。大丈夫ですかね。よかったです。はい、今日小林空さんに来ていただいたのは、竹内さんがもうぜひ小林空さんに会いたいというですね、熱烈なオファーをいただきまして、で大丈夫かな、今年大学生になったばかりでめっちゃ忙しいんじゃないのかなと思いながら、恐る恐るメールを送りましたら快諾してくれまして、この場が初体験、さっき初めて会いました、ね、初対面、ね、はい、初対面です。はい、じゃあ多分少数かもしれないんですけれども、小林そらさんのことを今日初めて知るよという方もいらっしゃると思いますので、簡単な自己紹介ですね、どういう活動をしているかということも含めて教えていただけますか。はい、皆さんもうこんばんはという時間ですかね。はい、こんばんは、小林そらでございます。ここに本が出ていますけれども、種の未来という本を高校2年生の時に、私は農文教じゃないんですけど、自営の家の光協会さんから出していただいてですね、なんか最近いろんなところに呼ばれてありがたいなというところなんですけれども、別に本を書く仕事をしているわけではなく、伝統野菜の種を売る種屋をやっております。実店舗はないんですが、基本的には、インターネットとかで販売したりとか、あとここの農文教の農業所センターでもこういうふうに種を、はい、たくさん取り扱っていただいております。で、この春、ちょっとね、19歳で、一浪をしたんですけれども、一緒めでたく倍だけどね。めでたく大学に、合格することになりまして、おめでとうございます。で、大学進学したんですけれども、今後も引き続き種をやっていこうかなと思っているところです。はい、会社名を教えていただいてもよろしいでしょうか。ごめんなさい。はい、格計種苗流通プロダクションという社名ですね。一応個人事業主なんで、屋号になっちゃうんですけど、そういう名前でやらせてもらっています。もうあんまり、ね、誰も覚えてなくて、高校時代の友人も、種って言って、もう格計のかの字から出てこないぐらい、漢字がちょっと難しくて覚えられてないんですけど、鶴に首だよね。はい、しかも首がこの首じゃなくて、頸椎の頸の、そう、難しい方のね、首ですね。なんか漢字かっこいいなと思ってそれだけでつけちゃった。あれなんですけど、ぜひ覚えていただけるとありがたいなと。ホームページ検索してもらえば出てきますし、 Facebook もインスタもツイッターも最近なんか友達が作ってくれたんで作りましたので、ぜひチェックしてみてください。はい、私自身が小林そら君に出会ったのは、こちらのノラノラというですね、雑誌の編集を以前しておりまして、残念ながらちょっと今休刊してしまったんですけれども、家族で楽しむ子ども農業雑誌というですね、すごいなんていうんですか、攻めたジャンルの雑誌を作っております。これこの時中学2年生かな、13歳ぐらいの時なんですけども、はい、こうやって表紙も飾ってもらって、それとその時に東京国際ブックフェアというですね、イベントを、ね、に農文教が出展させてもらっていた時があって、その時にそら君の苗とかじゃがいもを、何持ってきましたっけ、種かな、作った野菜を持ってきてもらったのかな、気がしますね、そこには。そうですね、その時結構初めてしっかり関わったんですけれども、野菜ミニトマトかなんかが一袋、うん、でお礼と言いますか、料金は、値段をつけずに、値段をつけないでお気持ちでっていう、その本当に子供だからいっぱい入れてくれるだろうっていう汚い汚い気持ちで、はい、もう自分は絶対これ、例えばトマト1袋普通に買ったら150円ぐらいだけど、
50円分絶対子供だから追加されて200円ぐらいくれるかなみたいな気持ちで計算高い子だねもうその時小6ぐらいですよね。小学校6ぐらいその時からなんていうかすごいあの大人っぽい思考をしてて、大人の心理を分かっているようなあの思考で、トマト一袋、ミニトマト一袋で1000円入れてくれた大人の人いましたよね。トマトだったかジャガイモだったか、なんかそう一袋買っただけで1000円入れてお釣りはって言ったら、いやもういいよみたいな、めっちゃかっけえなと思そういうあのなんていうの、大人の人もこう頑張ってねみたいな感じで、あのちょっと多めに出してあげるだろうっていうことを分かって、それをやっているっていうね、そのなんていうかこう賢さというかね、あのそこにもびっくりした記憶があるんですけども、あの、まあ、初当時、すいませんね、あの出会ったこのノラノラの本で、最初に登場してくださった時は小学校1年生の、あ2年生かな、記憶がここのページです、ね、これかちょっと小さすぎて見えないかもしれないんですけどもあめっちゃ可愛かったんですよもうねすごいこんなにあのちっちゃくてですね、でなんだけどもうすごいおびただしい数の種を収集していて、でそれをあのこういうふうに比べてですね、あの観察したりとかですね、もう本当に幼い頃から種が大好きで、もう自分なりにあの集めたりして、あの、まあ、研究してたのかな、研究ということではないですけど僕ちょっとね、あの収集癖が結構やばいんですよ。収集癖ね。そうなんですよ。コレクターなんで、そうコレクターなんで、種その頃は種めちゃくちゃ集めてましたし、まあ今もずっと種のコレクター。その種を販売するという口実でたくさん仕入れて、まあ売れないのもたくさん仕入れちゃったりとかするし、コレクターだから。最近はご当地インクとか集めちゃったりとかしてて、ご当地インク？あ、またちょっと全然関係ない話だし違う方向に行きそう。あ、そうなコレクターなんですよね。で、まあその頃は、まあ、野菜の種だけじゃなくて花とかも結構、あと野に落ちてるなんか、うん、種っぽいやつも結構いろいろ集めたりしてましたね。でそれをあの載せちゃうっていうやばい雑誌だった。あ、そうそうそう、この雑誌は。でもあのもっとあの衝撃的だったのが、これがあの小林そら君11歳の時 の、 あの写真なんですけれども、苗と一緒に寝るっていうね枕元に苗をあの置いて寝るっていうですね、育ちましたね。相当この写真だけで反響があったんですけども、まあ、若干ねこの写真のためにだいぶ近かったんでこんな近くで寝たら、普通に考えたら寝返り打ったらもう終わりですけどね、まあ、本当はもうちょっと畳1枚分ぐらいは離れてましたけど若干のやらせが入っていたとそう、でもこの時もまだ11歳だから小学校5年、まだ小学生ですよね、うん、4年か5年かぐらいの時よね。でも苗を作ってて、しかもこの苗を売っていたっていうね。そうなんですよ、やっぱりその東京、僕はずっと東京に住んでるんですけれども、種、まあ一応種も売っていますけどね、あんまり皆さん土地もないんで、種を買ったとしてもそもそもたくさん苗できすぎちゃうし、で自分も種買ってたくさん苗できすぎてて余ってしょうがなかったんで、で一方で種自分で苗作れない人とか、まあ、あのホームセンターとかで高い苗を買ってる人がいたんで、だったらホームセンターより、まあ、1割か2割ぐらい下げて売ってやろうと思うと、まあ、自分は種買うだけなんで、小学生ですよ半額じゃないんだ半額では売れないですよね、やっぱり。であの苗を作って売ったところ結構反響があったんで、何年ぐらいやってたのかな、5年ぐらい多分あの苗を売るっていう生活をしてました。すごいですね、はい、あのもうあのここでの売り上げが43株って7280円 の、 あの収入を得たっていうね話があるぐらいもうあのはい、あそうですねもうあのそら君の話をしてもあの尽きないんですけども、そういうあのもう小さい頃からあのなんて言うんでしょうね、もうやることがすごくもう自立していて、であのもう高校生のうちに、え中学生、はい、一応中学校3年生の2月なんで、もう本当に高校に入る直前ですね、まあ、あの高校入試を早めに終わらせて、あの時間が余ってたんで起業しましたというような、はい、あの少年に育ったと、ね、どうしたらこんな子に育つのか私も聞いてみたいんですけど、ね、あのそら君の話まだまだ、ね、お聞きしたいんですけど、ちょっと2人に、ね、あのこれから対談もあのしていただきたいなと思ってるんですけれども、竹内さんの方からあの、はい、そら君に聞いてみたいことっていうのはありますか。そうですね、実際に、苗作りしてみたっていう形だったんですけど、うん、どんなことが実際にその苗作りしてみて何かこういうところ気をつけてたとか
どんな感じでした？そうですね、僕の場合はその苗を作るのは半分は自分の畑のためなんですけど、うん、半分は売るためっていうのがあったんで、で売るために作るというと売る日が決まってるんですよね。もうあのフリーマーケットとかに出さなきゃいけないんで、そうするとそこから逆算していつ種をまくかっていうのは結構気を使ってましたね。聞きました？いつ売るのかって、これね、売るためにやる人はそうしてくださいね。普通の人はやる必要ない。植える人はそこを植えるタイミングに逆算してまくんですよ。これって正解。意外と難しくて、あのやっぱり相当天候に左右される部分で、だからあの自分の枕元に置いて、ちょっと本当に寒くなったら枕元に置いたりとかっていうのは結構気をつけてましたね。それでもやっぱり、まあ、あの何割かはダメになっちゃうんで、うんうん、徒長しすぎてもう広がりすぎちゃったりとか、まあ、逆にまだ全然育ってない時もあるんで、まあ、そういうのはもうタダで人にあげてましたね。うちに余ってもしょうがないんで、そこはやっぱりこう、うん、終わりというかね、苗としての完成形を持っていく時っていうのは割と考えてました、ね、うんうん、それは一番難しかったし、まあ、結局最後までうまくいかなかった部分ではあるかなと。もう発想があの農家っていうか、苗屋さんの発想ですよね。そうですか。あのどういう品種とか種を選んで仕入れているんですかね。基本的には、あ、今の話、昔の苗を作ってたんですか。今かな、今のこの角形種苗流通プロモーションで、うん、まあ、その当時苗作った時は本当にホームセンターとかから種を買って、まあ、苗作ったんですけど、まあ、そこから今度あの今種屋としては伝統、まあ、いわゆる伝統野菜、まあ、ちょっとねこの言葉もいろいろまあなんか問題があるわけじゃないですけど、これどこから伝統野菜なのかっていうのは大変難しい問題ではあるんですけど、まあ俗に言う伝統野菜、まあ、固定種で自家採取ができるような種を販売しています。でそれは今のところはあの小さい種苗店さんから結構大手の種苗会社さんにあのお願いをして種を分けてもらって、あのそれを販売している状態です。あの特に選ぶ基準というか、こういろいろ選ぶ基準は本当フィーリングですね。あのその売れるか、種を選んでる時の自分はあの昔のいろんなところで種を集めてくる時の自分なんですよ。なんでいかにその種が自分がこう魅力をこうグッと引きつけられるかっていう、そこだけで選んでるんで、全然売れない時は結構ありますね。でそこをまあもう種買っちゃってから、じゃあそれをいかにして売るかっていうのをまた考えます。なんで本当にあのフィーリングというか、こう一覧とかを見てた時に、ああこれ面白そうだなとか、あとまあ昔の資料とかを読んでて、ああこういう種だと、あどっかで名前聞いたことあるなみたいなとか、なんかいろいろ発見があるんで、そういうのからもう本当フィーリングだけで、しかも量も結構フィーリングでやっちゃってるんで、あのちょっと危ない時ありますね。好きだからね、はい、好きだとやっぱそうなっちゃうんで、まあ、経営的には結構やばい。危ない危ないって感じですけど。仕入れるのはどういうところから仕入れるんですか。本当に種苗会、まあ、いわゆる種苗会社さんが、まあ、やっぱそこが得意としてる固定種とかって結構あるんで、そういうのをあのメールしたり電話したりとかして仕入れてますね。地方の種苗店さんとか、はい、うん、特にこういうあの消えかかってるものを、はい、あの仕入れるとか、はい、そういうのも、まあ、一応自分の足で行ってみたりとかして、まあ、その時にいきなり交渉をしちゃうとなかなかなんかおこいつなんだなんだってなっちゃうんで、その時はとりあえず買っておいて、後からメールか電話であのこの前あのちょっと伺ったんですけどみたいな感じであの種を分けてもらえませんかというふうに交渉したりはしますね。でもなかなかそういうところはその自分が売るその地域で売る分しか作ってないんで、その年にすぐ納品してもらえるとは限らなくて、何年か待ってもうちょっと内分にたくさん種取ってくださいとかっていう交渉をしつつっていう感じなんで、なかなかそこは厳しいところがありますね。なるほど。あのソラさんの方から竹内さんにあのちょっと聞いてみたいようなことっていうのは聞いてみたいことですか。さっきそのもうめちゃくちゃ出ちゃって、あの苗を作るのは自然なのかっていうのはものすごくずっと疑問に思って、いやなんかその自然って、まあ、結構、まあ、そもそも自然っていう言葉の定義が結構いっぱいあると思うんで、うん、まあ、まずその自然、まあ、そうすると自然栽培っていうのもどういう基準で自然で言ってるのかもまた難しい問題なのかなと思いました。うんうん、どうなんですか、自然栽培ってどこからどこまでとかって範囲はあるんですか。そうですね、やっぱりあの僕自身がその
教わった時に各先生とか各グループによって自然農法とか自然栽培とか、うん、もうものすごく70年も昔から始まってますから派閥争いもあるしもしくはその流派によって、うん、武道もそうですね、どの流派が一番正しいってこと絶対ないじゃないですか。でどんどん進化していくから分かれていくのは当たり前のことなんですね。でも常に自然って何なんだろうと思った時に、そうですね、いろんな先生たちやり方違うんですよ。だけどもそうだな、2つだけ共通点があったんですよ。そんなこと今教えてくれるんですか、うん、はい、結構大きい話じゃないですかそれ、はい、いやすごいでっかい質問されるからちょっとはね精一杯返さなきゃいけないなと思って。2つのうち1つはですね、命に対してどの先生もストレートに向き合ってる。でその先生とかその地域、あったかい地域の先生はあったかい地域の答えを出している。その先生とかそのやり方で常に答えを求めてる。だから命に対してすごい謙虚なんですよ。それともう一つは土作りの方法全然違うんですよ。高橋さん、中橋さん、高橋さん、だからある流派に行くとね高橋っていうし、あるところに行くと高橋なっていうし、あるところ行くと有機肥料入れろっていうし、あるところ行くと無肥料でやれって言われるんですよ。で片方は草全部取れって言って片方は草生やせって言うんですよ。大変でしたよ。だけどどこも土が水持ちとが良くて水はけがいい暖流構造が発達してたんです。つまり先ほどと同じことを言ってるんですけども、命を見てるんです。だから山を登るっていう、例えば富士山を登るって言った時に登り方いろいろあると思うんです。大概自然農法っていうと樹海から入っていっちゃうのねで化学農薬っていうと7合目までバスで行っちゃうのねまあそんな形であのルートがいろいろあるんだなってことが分かって、その中で誰が一番答えを出してるかっていうことを見た時に、畑で一番自然なものを一個だけ見つけたの。何だと思います？畑の中で一番自然なもの、土ですか？土も自然だけど草なんだよね。あ、野菜は巻きたいから巻いてるじゃない。そうですね、人間の結構恣意的に、うん、それで育つものもあれば育たないものもあるし、はい、種残せるものもあるし残せないもの、でも草ってねそこにあったものしか出てきてないし、その中で競争とか競泳とかしながら絶対種残すの。痩せてるところだったら小さくてそれなりに種残すし、すごく肥えてるところはすごく大きくなって種残すし、で残した種も全部生まれたら消えちゃうことがあるから10年も20年も寝るのね、うん、そういうことを見てくると本当の自然を体感してくれてるのは草なんだなと。そしてその草のように育った野菜たちが一番そこで自然に育ってたの。なので一番 あの自然の答えっていうのは、あの一言で言うと難しいんだけども、あえて一言で言えって言われたら野菜と草の間にあるような気がする。お、うん、難しいですね、うん、ちょっと難しい質問しすぎたかもしれない哲学家だからね。哲学家なんですね。あの福岡さんとかにね叩かれてるからね、あのもう叩いちゃったから哲学者はねあのすごいのよ。いや、その僕は哲学者になれるかどうかわからないですけどね、うん、まあ、精一杯やってますけど他に何か質問あれば。他に質問ですか、うん、いやもう本当に今のとかちょっと大きすぎて大丈夫かなって。いや全然ちっちゃくても大丈夫ですよちっちゃくてもいいですか？あのどんなことでもね、あの初めて答えられなかったらごめんって言うからえ難しいですねあ、じゃあ、あの、はい、私があの事前に皆さんからあのいただいてた質問をちょっとお二人に、うん、あの投げかけるという形で質問をしてもいいですかね、はい、ですね、ものすごい具体的な話になるんですけど、はい、5月から種まきできるあのおすすめの野菜種はありますかというですねこの今からですね、今から種まけて、まあ、今年あのおすすめのものっていうのすごいあの広いんですけど、うんうんうん、こう一押し今自分がこう好きだな、こういうのみんなに育ててほしいなっていうのはありますか？そうですね、あの皆さんの畑で藤の花が満開になったり小麦が穂を出してるんであれば、大概の夏野菜、先ほど言った、半袖野菜はいけそうな気がするんですね。
なのでトマトとかきゅうりとかなんか夏野菜というとみんなピンとくるところがあると思うので、夏に種まくから食べれるんじゃなくて今から種まく野菜が夏野菜、半袖野菜が巻き時だということですね。直巻きするんだったね、うん、苗作りするんだったらそこから逆算してね、定食するときと売るときの逆算でね何日後ってこの本に書いてあるからそれを使っていただければいいし、でもうちょっと暖かくなってきたり地温が16度以上、大麦の方が出てくるとね平均気温が15度ぐらいって言われてて、それから1週間ぐらい経つと平均気温が16度以上になってくると小麦の方が出てくるって言われてるので、ぜひ小麦とか大麦をね前もって畑に撒いておいてもらうと、5月6月って言っても寒い年も去年とか今年そうなのね、だから撒いてみて育てば自然っていうのも一つの答えなんだけど、種に申し訳ないから、せめて半袖野菜は大麦が穂を出してから撒いてください。それでランニング野菜は小麦が穂を出したり花を結んで、小麦が穂を出して花を結んでる、花を咲かせるってことは子孫を残すために霜が絶対に降りない。このランニング野菜と半袖野菜っていうのは暑さに強い野菜たちじゃなくて寒さに弱い野菜たちなので、夏野菜というのは霜に当たると枯れてしまう野菜たちの、だからナスとかピーマンとかは原産地のインドとかだったら、もしくは小笠原とか沖縄とか霜が降りないところだって1年中実をつけてる、だから3年でも4年でも実をつけてて、台風で飛ばされたら別ですけどそういう野菜たちを日本で育てるときは夏限定っていうか夏野菜なので、5月6月って言われてもこういう天気だと早く撒いたらいいのか悪いのかっていうのは小麦と大麦に聞きながら、あとは種屋さんに聞いていただいて、はい、そこの地方だですねこの品種が合うんじゃないですかとかっていう形で種を買うときに聞いていただければ、その中でもおすすめある？そうですね、まあ、僕種屋なんですけれども、そういうのは地域の種屋さんに相談していただきたい僕は投げちゃったインターネットで販売したりとか、あと、まあ、全国、まあ、20店舗ぐらいいろんなお店の軒先に置いてもらってるんですけども、正直言ってその地域がどんな地域なのかわからないんで、あんまり投げられても僕はちょっとお答えしかねるというか、それこそこういう本から、まあ、大体これだと発芽何度ぐらいなんでこんぐらいの時に巻いてくださいぐらいしかちょっと言えないですね。夏野菜の中で5月6月はい、関東でこの種とかはおすすめだよっていうのが今僕は、うん、枝豆はめちゃくちゃおすすめですね。中ではうちで扱ってる中では魚豆っていう新潟、まあ、長岡ですけど、その魚今ちょっと、ね、ひらがなで言っちゃって、ひらがなというか音だけで言ってしまったみたいなんですけど、こっちの酒の魚ですね。で枝豆天国めちゃくちゃ美味しいですね。で新潟県に行かないと枝豆の美味しさは分からないと僕は思ってるんですけど、どうですか？なんか東京とかね、あとまあ普通の、まあ、どこの地域でも出回ってる枝豆、どうしてもなんか日が少しでも経てば経つほど枝豆ってあんま美味しくない感じがするんで、新潟に行って食べた時の魚豆が美味しかったんで僕は魚豆を売ってますし推してます、めちゃくちゃ、はい、でも多分他の品種でも取った瞬間はめちゃくちゃ美味しい。ね、枝豆の美味しい取り時ってね、農家サイドで言うと5日間でも農家さんの中でもこの日が美味しいっていうのは3日間で、取ってから半年半日以内が正解。そうですね、なので毎日食べるのそうするとすごい当たっちゃう。枝豆取ろうと思ったらお湯を沸かしてから僕は取りに行きなさい。それがなんか正解な気がします。つまり買うな、種を買って負けってことしかも枝豆はトマトとかナスよりは楽じゃないですか、うん、だいぶ種も取れるしね。種も取りやすいし、まあ放っておけばいいっていうと言い過ぎな気もするけど、肥料とかあんまあげない方がいいと思うし、窒素固定するし、ね、勝手に窒素固定してくれるから、豆はさらっとやってみるには結構おすすめ、うん、はい、ちょうど今ぐらいの時期巻いて、まあ、ちょうどこれからぐらいですかね、イメージとしては関東平野部だとあとね、はい、昨日一昨日とかこのゴールデンウィークにオンラインで家庭菜園教室よくやってたんだけども、枝豆巻くときにあることを教えたらめちゃめちゃ受けたのね。枝豆って何時に巻きます？種特に考えたことなかったですね。時間のこと？時間。え？書き足そうかここに。もっと早く書いてください。やばいやばい。そっち振ったか。僕は日没の1時間前か日没の1時間後。つまり今だと4時から6時の間に巻いてます。
特に5月の前半のまだ寒くて鳥さんが、子育てをする前の恋の季節だったり虫が出ていない寒い時期っていうのは高タンパクのものを求めているので鳥目っていうじゃないですか。だからちょっと暗くなってから巻くと巻いたところがバレないような気がする午前中にチュン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 やってる上とかポッポッポッポ言ってるところで巻くと覚えられてる。それは本当にダメですね。ダメですね。めちゃくちゃバレますよね。だから時間が大切なのよ。それは確かにそう言われてみるとそうですね。本当にバレますし、そうなんで僕はもうあのセルトレーにもう先に巻いちゃってから植えちゃうこともあります。目を出してからね。だから苗の一つの特徴はナメクジとか鳥にやられるときは鳥はね語源が鳥逃さない取り尽くすから来てるので、へ本当その一つのね説としてそういうことがあるので穀類の敵なの。敵ですね。うん、敵です。こんなはっきり言っちゃったいやいや鳥好きな人ごめんなさいね。かの毛沢東さんがね中国の毛沢東さんがね、あーって言った時があったのであれよりは黙っといてください。とにかく鳥に見つからないように育てる。そして5月の終わりとか6月の頭の暖かくなってくると虫さんが出てくると鳥は枝豆よりも美味しいのは虫なんですよ。そうなってくると結構拾われないので早巻きするときは苗作りだったり時間を巻くとき気をつけるといいですよ。 ある程度暖かくなってくると鳥害が減るっていうことなんですか。 うちのね、それ知らなかった。鶏に生ゴミというか野菜くずを残骸をあげるとみんな仲良く食べる。でも水をあげると一人持ってそれをみんな追いかけてやってるからあベジは平和でノンベジは戦争かもって思ったことがある。いや動物性の方がいい、ね、全然夢中。あ面白いですね。はあ、こんなことやってますよ。はい、であのまあ魚豆ね、はい、おすすめということで。あのまだ在庫たくさんありますので。農業所センターにも置いてますか。農業所センターにもあります。置いてますね。あのまあ、はい、もうね今こう喋るとここにいる皆さんが買っていただけると思うので、でそこでなくなってしまったらあのホームページの方からぜひ。メールしてください。よっぽどあるんだと思ったら買ってあげて。でもいいです、なんか食べたくなりました。あとですね、あの読者の方からの参加者からの質問でですね、またちょっと若干あの大きい話になるんですけれども、在来種を育てる意味や意義というものを2人がどう感じているのか、あの教えてほしいというような質問もありました。はい、在来種を育てる意味ですか。まあそれは言い出せばいろいろ言いましょうけど、ショートで言うと、まあ在来種っていうのは、まあ、在来種とかいろいろ言ってますけれども、結局は人間が作り出したものであって文化遺産だと思うんですね。僕は、まあ、これはあの僕が言ってるわけじゃなくて、あのもうお亡くなりになられてるんじゃないかな、これでマジで言ったらやばいけど、あの、あの青葉先生っていうあの日本の野菜文化史かなっていうのを書かれてる方が前書きで確かおっしゃってたと思うんですけども、そのあんまり野菜を文化財だとはなかなか、まあ、言われたらなんとなくそんな気もするけれども自分からはなかなか思わないですよね。でもその文化財だっていうふうに考えてみると、まあ、それはね残すのがまあ適当でしょというか、残さない理由が逆に見当たらないかなという感じは僕はしてますね。ていうかまあ人の手で作り出したものですし、まあそれは逆に人間が作り出したから最後まで責任を持つべきっていうふうに考えることもできるかもしれないですね。はい、大丈夫ですか、こんな感じで。ありがとうございます。竹内さんはいかがですか。そうですね、まあいろんな定義が固定種と在来種であると思うんですけど、うん、僕は固定種っていうのは種苗メーカーさんや種屋さんが作った固定した品種で結構揃っている純系って言われているような種の袋買って違うのが出たら困るじゃないですか。なので意外と揃っているものが多い。だから例えば庄内地方、山形県の庄内地方だとダージャン豆ってのがあるんですけど、種屋さんが作ったものとしては庄内1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号っていうのがあって、1号が極早生で、3号、5号あたりが奥手で、7号が裁判生みたいな形で、同じ日に巻いても徐々に取れていくっていう形でやったのは固定種だと思ってます。それに対して庄内地方であるお母さんがうちは2つの豆でプリッとしたのがいいのよって言って2つの鞘に2つ入るものを選んで、各農家さんが取っているものが在来種で、ある農家さんは鞘がいっぱいつくやつ、ある農家さんは鞘が少なくても粒が大きいものっていう形で、農家さん基準で自家採取してちょっと雑白
なんていうのかな、純系というよりは農家さんカスタマイズされてるのがその地域に残っている在来種、まあ、あの完璧にそういうわけではないですけども、在来種っていうのはどちらかというとそういう各地域地域に在来ですから、あの元々はどこかのものだったかもしれない。例えば仙台長ナスだったら博多長ナスを仙台に嫁いだ時に持ってったわけです。それを種取り続けてった結果、博多で長ナスとして在来化されたので博多長ナスで、今売られている博多長ナスっていうのはその中でも種屋さんがこれがこれぞあの博多長ナスだって、あ博多じゃ仙台長ナスだって決めたものが仙台仙台長ナスなので、もし皆さんが自家採取して自分の畑、例えば元田んぼの畑で取り続けた元田んぼで育ちやすい長ナスになるでしょうし、寒いところ長野県みたいなところでまた育てて、火山灰土とかで種取りしたら火山灰土に土質に合わせた地域風土に合った在来化していくと思うので、僕は固定種と在来種っていうものは両方、片方は商業用というかプロ用というか流通用であっていいし、それを各農家さんもしくはもともとそういったものを固定化されたり、その2つが両方あることがすごく重要なので、各農家さんもしくは家庭菜園でぜひ在来化してほしい、うん、と思ってます。種取りをね続けることで、そう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 、自分の畑に合った在来種に育てていくと、だけどもある農家さんが亡くなったらその品種がなくなっちゃうんじゃなくて、種屋さんが持っててくれたらまたその種を買い直すことができたりして、またいろんな人に広がっていくから、それでまたそれがあの各在来種になっていったら、各在来種として種はね命があるので、まいてないと液体窒素につけたとしてもほうれん草で 5,60 年しか持たないんですよ。100年間まかなかったらその種は遺伝情報としてのあの DNA を取っとけ残るかもしれないけども、野菜としても残らなくなっちゃうのね。だから巻き続けることが重要で、それを在来種として固定種として農家さんサイド、家庭菜園サイド、自給菜園サイドでも持ってるし、種屋さんサイドでも持ってる、この交流が大切なことなんじゃないかなと思ってます。なんかすごい2人が出ているなんか必然性がなんかすごい出るようなお答えでしたねそうですね、あの本当に固定種だからこそ種取りができるし、 それを自分の畑で作り続けていくことで自分の畑ならではの在来種になって、であのちょっと変異、ね、してしまったり、そうそうそう、あのその特性が失われていった時にはまたその元の固定種に戻って負け直してもあのいいというね、はい、あのそんなあのお話をいただきまして面白かったですね。じゃあ、 あのこちょうど18時になりましたので、視聴者の今日参加してくださった皆さんからの質問を受付して、あのどちらに対する質問でもいいですし、お二人に対する質問でもいいので、あのお答えしていただくコーナーに進みたいと思います。出ますかはい、あの聞きたいこともなんかいっぱい溜まっていらっしゃる方もいるかと思いますけれども、まず、Zoom ので参加してくださっている方からあのご質問受け付けしますが、どういう形で、はい、はい、ですね、じゃあ Zoom の方、手を挙げるという機能を使って挙手していただいて、まずお一人当てます。それで会場からもお一人当てるみたいな形 で、まずお一人お一人って時間があればどんどんやってきますけども、会場の方は2番目に当てますけど、1番目は Zoom の方ということなので、手を挙げる機能、詳細、リアクション、反応っていうところを押していただくと、あの手を挙げるってボタンがあります。皆さんとりあえず手を挙げてもらえますか。今あのタブレットとかあの押せる人は練習です。手を挙げるってボタンを押してみてください。あ、挙げてくれた、ありがとうありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたらもう一回手を挙げるってボタンを押すか、下げるってボタンある人は下げてみてください。ありがとうございます。ものさ、もう皆さんサクサクですね。もう皆さん慣れていらっしゃいますね。今日ね、80人ぐらい申し込みがあって、今リアルタイムで40人ぐらい聞いてくれてますからね。さて、じゃあ質問がある方手を挙げてください、どうぞあ、ないなければ会場行きますけど、何か質問ありますか。種でも苗でも個人的なことでもいいので、はい、はい、じゃあ会場行きましょう、はい、会場で質問のある方
会場もありがとうございます、はい、じゃあこちらマイクをお渡ししますので、はい、お願いします。すいません。ああ、そのまま大丈夫ですか。今日はあの面白い話どうもありがとうございました。先ほどあの、小林空さんが、種を選ぶ基準、この自分のフィーリングに合うとこ、いかにこう自分が引きつけられるかっていうところで選ばれるっておっしゃってたのがすごい気になったんですけど、小林さんはどういうところに引きつけ、どんな種に魅力を感じるっていうのかちょっと教えていただきたいなと思いました。はい、魅力を感じるのは、まあ、その時のノリも結構あるかもしれないんですけど、あの一番は文献でしか見たことない種の名称がカタログとかどっかき、うん、人に会った時に出てきた時ですね。あ、まだあったんだみたいな、それはものすごく惹かれるものがありますね。はい、消えてく直前の感じね、みたいな、なんかおお来たみたいな残ってたみたいな、ゲットしなきゃみたいな。あとなんかそのやっぱりいまいち来歴がはっきりしてないくて売っているものもあるんですよね。聞いたことないやつね。この名前全然見たこともないし、自分の持ってる文献に一つもヒットしないようなのってちょこちょこあるんですけど、そういうのはあんまり自分的にはグッと来ないかなという、うん、それよりはあの本当に結構文献がたくさん残ってるんだけれども全然売られているのは見たことがないのを発見したときは非常にグッときますね。はい、こんな感じで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。あのズームからも手上がってる。はい、1人。あとチャットで1人あのご質問がございます。じゃあ最初に中志さんお話しいただけますでしょうか。中志さんですね。はい。はい。あ、声大丈夫でしょうか。聞こえてます。大丈夫です。はい。竹内さん、小林さん。はい、対談ありがとうございました。とても2人ともお会いしたかったズームからなんですけれども、種の未来も読ませていただいていて、竹内さんには講座の方にも出させてもらっています。で、ノラボーナーもあの自分の実家の近くの発祥というか時川の方の種だっていうのを、はい、読んで、私もなんかすごいそれを育ててみようとかあの思う機会になりました。そして今あの能文教さんで買わせていただいたあのなんだ空さんの方の種で三河島枝豆と、あ、ありがとうございます、ほうじらず大豆、はい、ありがとうございます、思っているんですけど、これは、はい、どんな種ですか。三河島は東京の三河島ですね。東京の三河島で通じるかな、なんだろう、僕も三河島ってそんな行ったことないから東京都民でもなかなか行かないところですけど、まあ、あの今は町ですね、本当にの枝豆らしいです僕もそんなに、まあ、あのいわゆるなん、あれ白毛ですよね、多分あの普通の黄色っぽい黄色い大豆で白毛だったかなという、でなんかあの、まあ、よく売られている見栄えのいい枝豆になりますね。鞘はあのやっぱり茶豆とかだと茶毛の茶豆とかはねあんまり見栄えが良くなくて黒っぽくなっちゃうんですけど、まああの非常に綺麗な、よくそれこそ居酒屋とかで出てくるような綺麗な枝豆っぽい感じになる品種だと思います。意外とあの在来のだとそういうの少ないですよね。結構あの茶毛だったりとか茶豆だったりとかしてあの色がついてることが多いので、その中では珍しいのかなと思います。であとまあそれを扱ってる理由はあの僕が種屋が東京にあるんで扱っています、はい、地元の種、はい、まあ、地元なのかは分からないけど、まあ、一応東京ということで地元とさせていただきます、はい、で、麹いらずの方は今年からちょっと売ろうかなと思って、始めたんですよね。もともと枝豆用品種ばっかり売ってたんですけど、大豆品種も欲しいっていう声をちょこちょこいただいたので、大豆用品種で結構有名なところだと、もう麹いらずかなということで、僕は実はあの売ってるんですけど栽培したことないんで、栽培してます、詳しいことはじゃあ竹内さんにも、はい、そうですね、打ち合わせ抜きです、はい、ちょっと一言じゃあ麹いらず何かありますか。麹いらずはですね、長野の上田あの松城あの何ていうかな真田幸村のお兄さんの系統の上田城のあたりの大豆で、信州でも他のところでもそうだと思うんですけど、味噌を作るときに
麹、米麹を使うと甘くなるわけです。甘酒ですからね、うん、なので、本来は味噌っていうと三河味噌みたいな形、八丁味噌みたいな形で大豆だけ作るわけです。そうすると大豆の味噌は味噌臭いだけど、麹を使った味噌、一番多いのは京都の白、うん、あの京白味噌みたいな甘くなる。なのでもう高級品なんですよ。米ってのは年貢ですし、買わなきゃいけないものなので、麹を使ったお味噌は花根の 高根の花なんですよ。そうですね。ところが麹いらずは麹を一切使わない豆味噌にしてもすごい美味しい。で僕はね、小糸在来とか千葉でやった時は各在来市やってきたんですけど、長野で小糸在来やっても全然ダメなんですよ。豆ってね、やっぱ地豆っていうぐらいで、その土着してるものがいいっていうことで、同じ州に来た時に丹波黒豆はあの在来化、長野の僕の畑で在来化できたんです。なぜかって僕の師匠もその先輩も8年から12年かけて在来化したものをもらったから。で、麹いらずはめちゃめちゃうちの元田んぼにあってですね、すごい美味しくできる。で、大豆の中で丹波黒豆がコク、茶豆がコクだとしたら麹いらずは甘さで、この俺の枝豆を食べてしまったらもうやめらんない、うん、やばい。うん、その代わり大豆なので、枝豆と違って大豆は夏至を過ぎないと、花をつけて実をつけないと習性があるので、あんまり早くまくと木ぼけつるぼけしてしまうので、枝豆は夏至にならなくても日が短くなっていかなくても実をつけるものを枝豆、遅くちょっと遅くに巻いてやっとこう日が短くなると実をつけるものは大豆なので、大豆として麹いらずを育てると、ちょうど信州だと5月の末か6月の頭ぐらいに麹いらずを巻いて、稲刈りが9月の15日ぐらいで、稲刈りするときにちょうど大豆の枝豆、大豆の枝についてる豆だから枝豆ですよね。で、豆が美味しいと枝豆も美味しいのよ。ね、枝豆を味噌にすると正直あんまり美味しくないんだけど、そうらしいですね。そう、大豆を、大豆を味噌にすると美味しいでしょ。その美味しい豆の若い時なの、めちゃくちゃ美味しい。若い時も美味しい、はい、まあ枝豆の方が大豆より高級感ありますよね。あるね、野菜だよね、はい、まあ、ぜひ枝豆でも食べてもらったらいいかな。あのね、種と味噌用残しといてあげてね。全部食べちゃうと来年負けないからね。もしくは来年も買ってね。すいません、巻き時もう一回教えてもらっていいですか。大豆として育てる場合、場所による、ね、関東の方でしたら、関東にも場所にもおりますけど、2回ぐらいに分けて巻いてください、うん、なぜかっていうと、やっぱり地域風土によって違うし、今年みたいに暑かったり寒かったりするので、2回巻いてみて良かった方を近づけてあげればいいので、僕の長野県だったら5月の末から要するに5月の25日か28日に、ね、5月中に巻くのと6月の10日までにもう1回巻く、で関東だったら6月の頭から6月の末ぐらいっていうんだけども、場所によってね。で、7月に巻いちゃうと遅いので、6月中には巻いた方がいいと思います。参考にしていただけると幸いです。その2回に巻くっていうのは意外と僕ら種はあんま言わないんですけど、なんか別に意図的に言ってないわけではないんですけど、割とそれがなんか普通かなと思って言わないだけで、2回に巻くっていうのは結構大事だと思います、はい、特にその初めてやる、初めて買った種の場合はぜひ2回に分けて巻いていただいた方が成功率が格段に上がるので、それは本当に推奨しています。私も2回買ってください。いやいや、全然1袋で2回負けるぐらいの量を一応入れております。はい、家庭菜用では。はい、ありがとうございます。チャットの方でも、はい、はい、じゃあ私の方で、はい、チャットの方から一つ、川尾さんで藤の花が咲いたら半袖野菜というお話がありましたが、他にもお花とか、樹木とかで何か目印にされているものがありますかという質問が一つ来ております、はいはい、ありがとうございます。生物歴といって、今年から気象庁を辞めちゃったので、全く当たるかどうかって言われたら当たらないことも多くなってきたので、気象庁が諦めちゃったんですね。やっぱりこのお寺さん、このお花が咲いた時にこれがっていうので、だいたい季節を知ろう、要するにいつもよりも桜が早く咲いたら暖かくなってるね、もしくはあんまりにも早く咲いたら寒の戻り、逆に疑っちゃって眉唾で
あまりも早かったらまた寒くなるんじゃないっていう形で、少なくとも季節に我々は左右されがちですけども、植物もされますけど、彼らは生死がかかっているので結構深いです。深いっていうか当たります。要するに全力で生きるか死ぬかでやってますからね。その時に前まではね、小麦の穂が出る時期と藤の花が咲く時期が一緒だと。で、藤の花が咲く時期はもう霜が降りないって言ったんだけど、この昨今2年間藤の花が咲いてから霜降りてるの。で、なぜかというと小麦よりも10日間早く花咲いてるの。つまり3月4月が暖かすぎて10度以上の時に藤の花は待てずに咲いちゃうの。で、小麦は寒さに強い作物なので待って出るの。なので僕はその差が開けば開くほどちょっと霜、遅霜が来るぞって予想してます。で、今松下さんが持ってるようにこの前作でもそうですし、最新刊でも生物暦をやりましょうっていう形で、梅の花が咲いたらじゃがいも植えてねとか、もしくはススキの穂が出たら大根の巻き時、サルスベリが花が満開になってきたら白菜巻いてねとかっていう形で各本に紹介しているので、それを参考に実際に自分の畑でやってみる。そうするとうちの地域ではこうだっていう発見があるから、もしくはその藤の花と小麦の穂が出るのの差があるように、今年は差があるぞ、なんだろうっていう形で読むので、ぜひね、一つは麦の種売ってるところがあったら麦の種を今年のね10月とか11月に撒いておくと、麦はいつ撒いても穂が出るとき決まってるから、ある温度に達したら出ちゃうので、大麦が出たら夏野菜の種まきができるぞと、で小麦の穂が出たら夏野菜の定食ができるぞと、で定食するにしても半袖野菜とランニング野菜があったら半袖野菜から植えてあげればいいんだよね。そうすれば寒さに強いから。で、ランニング野菜はちょっとしっかり温まってから、忙しかったら来週に回してもいいわけだから、来週になってから植えればいいよねっていう形で参考にしていただけるといいかなと思います。ちなみに大麦小麦の種は扱っていらっしゃいますか？今年からやりますよ今までやっぱりね、小麦とか大麦はどうしても大袋が多くてなかなか買いにくかったかなと思うんで、じゃあ小袋で用意してみます。カレンダーになると、そして敷藁にもなるし、はい、使い道は結構無限大にあるんじゃないかと思いますので、はい、用意しておきます。はい、秋巻きまでに、はい、秋をお楽しみにということです、はい、なかなか小さい単位で売ってないですもんね、小麦、ね、の種、ね、なんでやっときますということ、お楽しみに、はい、少量でも麦茶とかね、もしくは大麦だったら僕はアルミホイルでくるんで、魚焼きグリルで炭を作っちゃいます。アルミでこうくるんで酸素を遮断して、そうすると麦の大麦の深入りの麦茶みたいなのができるんですけど、それが、穀物コーヒーに出すと、オルゾだから、カフェインレスのコーヒー飲みたい人は自分家で大麦があればできるし、準備しておきますありがとうございました。じゃあちょっとですね、お時間がもうそろそろ終わりということなんですけれども、ここで皆さんにですね、すごくニュースといいますか、お知らせをさせていただきたいなと思います。今日小林空さん、竹内さんの他にもう一人ゲストの方に来ておりくださっておりまして、はい、すごくね面白い、サイトを始めたというお話なんですけれども、斉田さん、ちょっとこちらに来ていただいてもよろしいでしょうか。私のところに伝っていただいて、じゃあ私がマイク向けますので、すいません簡単な自己紹介と、どんなことを始めたのか教えてもらっていいですか？はい、はじめまして、斉田光希と言います。今、今年で高校3年生になりました。で、中学生の時に、自然菜園を始めて、あと趣味で日本ミツバチの養蜂とか、そういうのを趣味で、山梨県の南アルプス市というところでやっております。で、はい、今回私が、はいはい、私が、作ってるサイトというのがですね、タネットというサイトで、自分で自家採取が可能な、固定種とか在来種の種を、種が欲しいと思っている人に直接シェアできる、そういった掲示板、種に特化した掲示板サイトを、作るために今活動しています。はい、
で、今、日本の各地に、昔から受け継がれてきた、在来種っていうのがどんどん少なくなってきてて、自分が、持ってる種とかももうそこの地域のおばあちゃんが育てなくなっちゃったら消えちゃうみたいな種も結構あって、でそういった種もこう、インターネットでいろんな人の手に渡すことによってこうどんどん広がっていくことで、残してまたその種をもらってそこで育てた人が、そこの気候風土に合った種になっててまた新たな文化が生まれるみたいな、ものを作りたくて、はい、考えたサービスです。で今あの、このタネットを本当に、できるかどうかっていうのを試すために、試験版のタネット試験版っていうサイトを作っていて、でそのサイトはもうあのすでに、種も出品してるんですが、種の取引が実際にインターネット上でできるようになってるので、もし、今回このイベントに参加してくれた方で、種をたくさん持ってるよとか、種をシェアしたいっていう方がいれば、ぜひ、サイトに会員登録していただき、持ってる種を出品してくださると、とても、嬉しいです。とにかくあのたくさんの人に使って、もらえると、種もどんどん、はい、広まっていきますし、楽しいサイトになっていくと思いますので、はい、ぜひご興味がある方はよろしくお願いします。はい、こちらの QR コードから、そのサイトに飛べるんですかね。はい、そうです。あとは、Twitter と Facebook もやっていますので、タネットって検索、カタカナでタネットって検索してくだされば、出てきますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。あとで各系種苗の、Facebook とかホームページにもタネット飛べるようにしておくので、まあ、あのそこからでも飛べるように、はいはい、ありがとうございます。準備しておきます。あと無料ですよね。あ、そうです。はいはいはい、はいはい、無料での、はい、譲り合いですね。はい、まあ送料ぐらいですかね。はい、あの会員登録とかにお金は特にはかからない。あ、まあまあ全く無料のということです。はい。らしいです。はい、あの各系種苗としてもあの応援していこうかなと思っていますので、あのまあぜひ。まあ、まだその体験版ということで実際どうなるかっていうのもまだわからないんですけど、まあそのモニターというわけじゃないですけど、ぜひこういうあのまあ今まで種苗交換会とか種の交換会がこのコロナ禍でだんだんなくなっちゃったりとかちょっと中止になっているところも多いと思うので、あのぜひたくさん種が余っているという方はですね、登録していただいて、あのまあちょっと近未来的な種交換会をあの体験していただければなと僕も思っていますので、ぜひどうぞ、はい、僕もなんか出してみます。 ありがとうございます。はい、すごい面白そうですよね。あのついにあのすっごく種交換って、あの実はあの現代農業っていうあの雑誌でもやってるんですけれども、めちゃくちゃ手間がかかるんですよね。マッチングしたりするのに。 それが当事者同士があのこういうネット上でつながれて種交換できたら、あのすごくたくさんの種を、うん、あのお互いのボランティア精神というのか、それでシェアしていくことができるので、あのもっともっと種があのたくさん流通していくんじゃないかなと、あのとても楽しみに思っています。どうもありがとうございました。じゃあのお時間あの来ましたので、あのそろそろ終了させていただきたいと思いますけれども、最後にあの各系種苗プロモ流通プロモーションさんの種どこで買えるのかっていうのをもう一度ちょっとどこで買えるのか、まあ、東京の方は、ぜひ農文教農業所センターここに、来ていただければ嬉しいですし、ホームページにはあの全国どこのお店で売ってるかという情報を載せておりますので、そこで直接の販売も、直接のインターネット販売もやってます。はい、あのメールください。各系種苗流通プロモーションで検索していただけると、はい、あの各系種苗ぐらいであの一番上に出ますので、はい、後ろはなくても全然出ます。はい、つるくびね、つるくび、あと小林空で多分出ます。それが早いかもしれない。そうですね、はいはい、あと竹内さん の、 あの今年の講座というのはまだ申し込み可能なんですかね。そうですね、今年、あまりにもねあの途中から入られたりもして1年間やりたいということで、今ね自然サイエンススクールをほぼオンライン対応してるんです。うん、特にねこれから家庭菜園始めたい方には自然サイエンス入門講座っていうものが新たな試みをやっていて、それはですねいつ申し込んでいただいても年内やっている講座を振り返りでも受けれるし、今後受けてない要はね、例えば今もう5月じゃないですか、そうすると3月のもの見れないじゃないですか。だけど入門自然菜園入門講座とか入門コースは唯一途中から入ってもかつてのものが1年間ずっと見れる、入門者ってずっと見てたじゃん、アーカイブが見れるんですね。他のものが、ね、30日ずつ、ね、この
回も30日ずつ見れるようになってるんですけど、まず一つの講座として自然災害入門講座とか入門コースの方は自然災害ライフスタイルネット社さんでいつでも入れるし、今後やるやつはリアル参加、リアルタイム参加できるけど、過去のやつも1年間ずっと見れるっていう形の試みをやってるので、オンラインで教室を受けれるし、リアルでもやってるっていう形ですね。うん、全国どこからでも参加していただけるということですね。はい、特にリアルタイムでね、現地受講っていう形はやっぱり制約されてしまいますけど、オンラインであればどこからでも受けれるだけじゃなくて、うん、アーカイブ録画したものを30日間どの講座でも見れるので、見逃しというか欠席されてもまた受講できるので、どこから申し込めばいいですか、どう検索したらよろしいでしょうか。自然サイエンススクールってやると自然サイエンススクールの講座でオンライン対応してるのとか全部出てきます。あともう一つは自然サイエンススクールで検索、もう一つは自然サイエン、これは漢字ね、ライフスタイルが英語でネットショップっていう、まあ、自然サイエンって検索すると両方出てきます。なので自然サイエンライフスタイルネットショップでもオンラインだけの講座ってのあるので、オンラインでしかやってない講座があるのでそれも受けれます。はい、とにかく自然サイエンって検索していただいて、出てくる中の、サイエン教室、いろいろやりすぎてて逆に説明できないんですけどそうですね、ピンとくるやつ、自然サイエンで空さんの種を選ぶとりあえず検索でピンとくる直感で選んでいただければいいかと思いますはい、ありがとうございます。今日のこの配信についてはですね、1日か2日後にですね、アーカイブで、皆さんが見られるように URL をメールで配信したいと思います。また後日ですね、YouTube の方でも一般公開で自然菜園ライフスタイルというチャンネルでですね公開しますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ちょっと押してしまいましたけど、今日皆さん本当にありがとうございました。これで今日は終了したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ